グリーン・オリバー・ボアズ・マイヒルは、アメリカ・カリフォルニア州モデスト出身のプロサッカー選手。元ウェールズ代表、ウエストブロムウィッチ・アルビオン FC 所属。ポジションは、ゴールキーパー。アメリカ人の父とウェールズ人の母との間に生まれ、1歳の時に、イングランド・シュロップシャーのオス・ウエストリーという町に移住した。ボアズという名前は、両親が出会ったイスラエルに由来するもので、本来は、 こちらが本名になるはずだったが、親戚に反対され別の名前が付けられた。しかしながら本名のグリーンではなくボアズと呼ばれることが多い。12歳でアストンビラ FC の下部組織に入団。2000年11月にトップチームに昇格。しかし当時のアストンビラには、リビット、ジェームス、ピーター・シーマイケル、ペテル・エンケルマンが在籍していたため、 ポジション争いは非常に厳しかった。そのためレンタルで会チームを転々とすることになり、結局アストンビラで出場することはなかった。2003年12月、ハルシティ AFC に5万ポンドで移籍。2010年7月、プレミアリーグに昇格したウエストブロムビッチアルビオン、FC に150万ポンドで移籍。マイヒルはその来歴からイングランド、ウェールズ。 アメリカの各代表のいずれかを選ぶことができた。2002年に U20 イングランドを代表として2試合に出場したが A 代表はウェールズを選択した。2008年3月のルクセンブルク戦で初キャップ。2014年5月代表からの引退を表明。ありがとうございます。